のことでいくつもの川を越えてきただろう。いつの日にかどこからか答えは突然やってくる。何度も傷ついてても何度でも苦しんでもそこを越えていけると信じろ信じろ信じてろ。大丈夫大丈夫さ、今がどんなにしんどかっても明日は必ずやってくる。今がどんなに落ち込んでる時でもその悲しみはいつか終わる。